エルカチャンネル。二人ですけど。そうじゃ。お疲れ様でした。はい、バイ。時期的に今暑いからさ、うまいね。なんかいろいろ来てる。サラダ美味しそうですね。全然いいです。で皿もちょっと食べかけの、はい、もうさっきつっついてますからね。やっちまった感はあるけど、ね、いえいえ、じゃあいいかな。お肉入ってて美味しそうですね。うん、これキリトさん好きそうだな。ああ、これキリトさん好きそうだ。つねちゃいそうな。肉欲するからね。ねえ。よし、書きました。ウィンナーですね。ウィンナー。シンプルにウィンナーですね。この肉入ったサラダ美味しいですね。肉サラダうまいです。ああ、キリトがまだ来てないんですけど、なんかテンションがローで来そうな気がしまして。キリト明日休みなのか。休みっては言ってた。うん。じゃあ来れねえもんな。そうそう、でなんで今日は来月の予定をそうしましょうと、あとは重大発表がいろいろとありますんで、あのキリトが来てから改めて言います、ね、その間つくじって食べときましょうよ、はい、しばしあらんそうだな。タラの芽の天ぷらですか。この間もなんかアスパラ、あれアスパラか。あれアスパラ、アスクくとね、俺大体アスパラかシイタケの天ぷらはね、あいや美味しいよね。何ですかね、年取ったんですかね。美味しいって感じ出したら、ね、ちょっと俺も食べます。エルちゃん、だから本当ついてない時って、うん、なんか続くのよね。ついてない時です。俺なんか痛風になったとか、あったね。大丈夫だろ。毎日薬飲んでます、うん、というのがですね、うん、間薬飲まない時期があって、あで今回また再発して病院に行ったんですよ、うん、何されたと思います。血抜かれたとか。一応血液検査とかはするから、まあね、血は抜かれるわ、ね、いつも行くところが女の先生なんですよ、うん、で分かってるくせに、うん、どうしたの。それは確信犯で手で触るとか、うん、じゃなくて、うん、足見せて、うん、あ、これは痛風だよ。あ、のラインの間来なかったでしょって言われて、うん、足蹴られたからね。訴えられない？大丈夫？いや、愛の無知です。はい。ご褒美を。女の先生 S 全開だったです。ちょっと今あのラインが鳴って、うん、多分これキリトさんだと思うんですけど。うん、キリトから来た？あ、違う。うちの親からで。うん、今ちょうどテレビで充電させてくださいかなんかわかんないけど、はいはい、うん、出川さんの、そうそう、うん、出川哲朗さんの番組やってると、うん、阿蘇の方にある一心行の桜、うん、あれが出てたからっていうのでご連絡、その続きで、うん、再放送だったと2年前のでしたという連絡です。今日水曜日だから、はい、熊本ね、水曜8時大体あの出川さんの充電させてくれませんかの再放送やってるんで、それですね。ちなみに今ちょうど8時過ぎたくらいですかね、うん、やっぱり道が混んでるんじゃないかなと、うん、なんか今日現場が違うって言ってて、それで一回家に帰ってるんじゃないかなと思うんですけど、今ここに上がってるやつらは我々で楽しみたいと思います。そう、いや、タラの芽やべえって。タラの芽うまいね。冗談抜きでもいい。タラの芽うまいね、ほんとに。これ、やばいよ。美味しいね、タラの芽美味しいね。酒が進みます。エルちゃん、今日って、うん、あのキリト元気に使用会、ね、使用会じゃないですか、うんうん、言っても誕生日が近いんで今月だからね、はい、うん、ケーキ用意したんですか、うん、私ですね、軽い何かを持ってきたんですよ。まあ言ってこれ、ナナさんのやつなんで。ほうほうほうはい、7月の30、31は休めよと。地連れだぞと。これはもう確定でいきます、うん、そう。ただ一般のチケット販売が6月なんですよ、うん、はいはいはい、で明日までがファンクラブの人の抽選の応募期間なんです。ファンクラブ俺も
入ってないんで今、うんうん、なるほど、一般で行くしかない、そう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 、でとりあえず発表があった時点で、うん、あの攻めるんですけど、うん、取れるとは思うんですよ、うん、なるほどね、はい、ただ、うん、いざじゃあ行こうってなった時に、うん、今回は熊本城ホールですよ、うん、やばいことになると思います、すごいと思うよね、正直な話なんですけど、うん、この間の3月の武将隊のイベントとかあったじゃないですか、うん、ありましたね、 あれの日じゃないよと思います、そりゃあのやっぱ知名度もね、はい、違いますね、はい、出てる数も違います、ね、すいません言っちゃいけないんですけど、うん、ここはもうやっぱ違います、はい、ちなみにこの間 TM レボリューション先月ですね、はい、ライブがあったんでしょ、 ありましたね、あれの時どうだったのかなっていう感じなんで、強あの自分の知り合いが言ってたみたいですけど盛り上がったとは言ってました、あ、うん、盛り上がったという、あ、来た、あ、早くお兄さん今度熱々食べるの、食べますよ、そうですね、全然まだ連絡ないんですよ、マジですか、主役なのに、あ、全然ないっすね、うん、渋滞してるかなと思います、じゃあこの手羽先は我々がいただいたということで、何が来たの、炙り刺し、炙り刺し、うん、ほうほう、これですね、うん、馬の炙り刺し、あ、ちょっと待って、これキリトが絶対ネタむつ、絶対やつがブーブー言うやつです、え、これがそのテレビに出たんですか、そう、 そうそうそう、これが、わあ、いや、すいません、ちょうどゾイドのゲームとあと武将隊の動画の編集がいろいろとありましてうまっ、あ、美味しいっすか、うん、これも食べます、今いろいろとこうやって出てきてて、あ、まだ唐揚げ手つけてないんですけど、あ、これも手つけてないんですけど、いろいろ食べまして、うん、どれも美味しいんですよ、うん、はい、今日一番美味しかったの、うん、お酒に合うやつ、うん、タラの芽だったんですそう、今日はタラの芽オンリーとかね、ウインナーもね、美味しいよ、うん、いやそうだと思うんですよ、わ、うん、かるんですけど、うん、箸が伸びなくてこいつを求めようとしてるんですよ、欲してるね、やばいですね、やっぱもう年です、年ですねもう一杯行きます？一杯行く。ハイボールとレモンチューハイで。いや、やつがまだ来てないから。食べたいけどあんまり食べ過ぎるのもやつがシュンとするでしょ。正直ね、食べるじゃん。うん、待ってる間に、うん、もうなんか食べた残骸になるじゃん。そう、パッと見ね。うん、それがやっぱ気が引けるっていうか。しょうがない。つまみ食いだけしとこう、絶対うまい。うまいね、あ、ちょっと待って、俺もつまみ食いするわあ、これはキリトさんにはちょっとあれだな、喧嘩になるよ、これは急いで食べて、ちょっとつまみ食いしますね、うん、Lちゃんどこに着きましたか、今お店の前にいますか、どうぞ、じゃあ入ってきてもらってください、お願いします、来た、どうもどうも、お疲れ様です、あ、どうもです、すいません、甲羅を一ついいですか、はい、もう、うん、これやばいよ、親兄弟を捨ててでも食べたくなるようなやつらしい、あの俺らめっちゃ我慢してこれチビチビ食ってた、これはキリトに食べさせなくてはいけないと、うん、絶対にこれはお前は俺らも多分 いなかったら半分ぐらい食ってるからね、馬の油の刺し炙り美味しいっすよ、コーラ来ましたよ、どうもどうも、お疲れ様です、お仕事お疲れ様でした、はいはい、どうも、全部あるから急いで食って、とりあえずこれから行こう、あばらのお肉の炙り刺し、キリトがねこれ食わないとね、俺たち食べたかったけどもうそろそろ来るだろうって思ってずっと我慢して、黙っとけばバレんかなって、そう、ここら辺はちょっとだ、まあれなんだけどでもこれでも我慢したよね、我慢した、我慢した、我々は我慢しました、我慢した、食べてください、食べてください、どっちもいい、タレもいいよ、大根おろしいってもいいし、全然ひどいよ、うん、じゃあ次塩でいこう、ああ急がせるなとそしたらだ、ワンクッション挟もう、道混んどったいや、さすがにもう空いてた、今日俺ね、意外に早く着いたよ、ちょうどよかったよね、ちょうど丸がお店に着いた時に、うん、俺が駐車場を着いて、うん、って感じで、うん、そうそう、なんで今日4杯目です、うん、今日はね
早いよ。今日ね、うん、今日早いよ。飲みたいらしいです。美味しいっつった。すごい。ね、割とね、一緒のペースだから俺と。30分か40分でしょ。1時間ぐらい。7時半からしてたんで、こっち食べたら欲しくなるじゃん。気づいたらなくなってんのよ。早いんだよ。食べてください。俺もそっちはね、まだ行ってないんだ。どういう切りと。ああ、こっち。うん。こっち。いや、やっとメンバーが揃ったからさ、始まったって感じ。今日ですね、いろいろと重大発表があります。まずはですね、元清正公、うちの瀬尾さんがね、市議会議員当選っていう、皆様のご協力のおかげで無事当選できました。本当にありがとうございます。選挙区違ったんで応援できなかった。でもそれでもね、いろんな皆様のご協力のおかげでできたので、本当に良かったっすよ。嬉しく思います。ありがとうございます。っていうのが一つ目です。ご存知だったと思いますけど、キリともね、あったらいいけど、飲むね。早いね。コーラでいい？ハイボールとコーラで。コーラで、はい。さっきあれ、誰かねえの？そういうことですよ。でも我々の力なくても ね、当選できるってやっぱすごいよ。よかったっす、よかったっす。すげえよ、うん。あいつマジすげえよ。今までは身元が出せない年齢も非公開みたいなもんだったじゃん、うんうん、実際蓋開けたら32歳ってびっくりしたでしょ。大学在学中にやってたってことよね、うん、そうそう。ポスト清正公はどうですか？当選しましたね。当選しました。そう、ありがとうございます。これからが楽しみですね。ちょっとここで一回パーティーをやらないと。うん、セオパーティーを一回やりましょう、はい、ここぜひ混ぜてもらえれば我々も楽しいな。そそっとする。ここでやっとくから、ここで別枠で撮っとく。一緒にどうですか？端っこの方で全然やらせする。もしくはなんか今日たまたまやってきましたかんで、開けたら あマジっすかみたいな。やらせする。やらせでいいなら丸できるでしょ。丸はできるよ。だって丸はどっちもあれだから、やらせできますよ。キリトと俺が何気なく、あ、今日丸いないけど、まあ二人で飲むかっていう感じでやってくるような。開けた瞬間いるから丸は。そう、これね。おお、ちょっと待って待って待って、俺何やってるのっていう。そやらせをここで初言うんじゃないよお前。実際そういうことができたらね、これは大抵貸し切りでしょ。いや別にしないよ。すいません、しません。我々は仮にさ、貸し切りだったとしてもさ、間違って開けちゃうじゃん、うん、別にあの滑り込めるから、間違って開けちゃって見たらさ、だって目の前に清正公がいるんだぜ。やるぜやるぜ。じゃあここで2つ目、重大発表、重大発表ね、2つ目です、はいはい、なんと、うん、ソードアートオンライン、あ、パチスロで、ああ、またもう情報入ってた。やっぱそうだよね、今ここで来るって感じよね。何日か前 YouTube でバーって出たから、これはキリトがハマってうちに行くんじゃないかっていうのがね、てか下手したら台買うんじゃないか。うん、買うでしょ。 SNO も来たいけど、その前に北斗家も来た。やっぱそうよね、初代でしょ、はい、初代の北斗が鳴るっていうなら、これはいい。北斗もやっぱレインボーですよね。豪商派に何度泣いたか。ここのクラブ場所前だね。そう、全部ここキリトゾーンだから。あ、ちなみにこれタラの芽、食わず嫌いしたら、うん、後悔するかっていう、うん、キリトいける？タラの芽こっちはない。ちょっと食べてみて、冗談抜きで普通に。我々は唐揚げかい。お腹空いてる感が全開だねえか。ほんと食べてみたらね、やばかったよ。キリトそろそろあれでしょ、もう我々も毎役です。えって顔するんじゃないよ。毎役です。あと2週間あるから。俺ももうほぼあと1ヶ月ぐらいです。ほぼ1ヶ月ぐらいで大丈夫です。基本変わらないです。なのでもうやろう、お祓いしよう。キリトとマルは、うん、もうカウントダウン中なんですよ。俺が言ってあと1年ぐらいあるんですよ。でもさっきも2人で喋ってたんだけど、うん、
ついてない時とことんついてないよねっていう話をしてて先週よ本当にあの全然ここ何十年なかった車のバッテリー上がりでエンジンかからないっていうこれはちょっとねもうお腹笑いしようキリと一緒にしよう加藤神社で清めよう我々を、はい、エルカチャンネルのメンバーでそうしましょうみんなでお笑いしようちょっと一回もしかしたら追加メンバーが来るかもしれない牛いあもう一人追加メンバーがほら追加選手が来る、はい、今現状があの4人なんですよそうねとうとう5人目が今年来るかもしれない追加選手 H? あ、そうっすねそれはちょっとあれミーティングしよう美味しいですか手羽先マジうまいっしょ5人目の話になるんですけど、うん、はい5人揃うことってないっすよ、うん、結局この3人基本ねだから年末みたいなとこでしょもうなんかスペシャル的なやつでやろうと思ってるんですけどあ、でも H が来るなら楽しいは楽しいかなと思うよ、はい、うんそれキリトは OK なのそこは H が来てもなんで全然 OK もしかしたら話を聞いたおまけが来る可能性もあるんですよ K?K? おまけが勝手に話を広めて そ, う、ね、その他もろもろ連れてくるんじゃないかっていう百鬼夜行がやつの百鬼夜行で来られるとなんでもしその人が来るんだあれば、うん、キリトがですね、うん、多分ぶち切れるんですよ、うん、そうですね、うん、草薙の剣を持って百鬼夜行をね、うん、払いに行くよね来るなら入るなら俺はもう脱退ってこと脱退っていう脱退違う違う加入じゃないから加入じゃないそうそうあのエルカチャンネルに加入じゃないのよ勝手に一人で他の人たちにも声かけて、うん、みんなで飲むてよみたいな今日連れてきたよみたいな感じでやってくれと言ってもやめられんけんねやめられんやめられんだけどでも脱退できないはいよくあるじゃないですかほらミュージシャンで、はいあの方向性の違いとかあれじゃないですか20年30年やってきてねえ今更みたいなのがあるじゃないですかじゃ正直ここできないんですよ映画チャンネルできないですね一本道があって3人が話ができてるのがアニメとか漫画とかまああるんですけどもっとあってコアな部分ね、はい、3人が共通で確実にっていうのが、うんうん、武将隊なんですよそうですね、うん、でこの3人の、ね、共通点というか、うん、コロネあ飲みっぷりっすねジョッキだから、うん、もう俺ペース落ちてきたからそうね多分、うん、そろそろ違うのに行きたい気分が、うん、でも確かにその、ね、武将隊は、まあ、3人の中での共通点のね、うん、本当に見てて、うん、面白いのよ なんてことないんだけど面白くて重大発表がもう一個ありまして、はい今メジャーリーグのエンゼルス、ああ、はいはい、大谷さんの、ね、はい、カブトが、そうそうそう、33万円のホームラン打つと、はいはい、カブト被るでしょ、はいはい、あれが鹿児島の工房さんなんですね、全部招待さんがその御用達のところからそうなんですよ、だからこの前の戦国パークで協賛してくださってましたほら、俺たちが、え、あれ、どの武将とか言って間違ってた人がいるじゃん基本的に全国であの今武将隊の鎧とか作れるとこってあそこしかないからあのあ、ウイスキーついちゃった飲んでください大丈夫、さすがすごいぼーっとしたコーラのジョキーツボあざっすやっぱってなっていやもう全然大丈夫ですだからさその武将隊の話もそうやって今上がってるから、うん、面白いなと思ってるとこなんですよ先月のイベントの名乗りの時もねいつもみんなと一緒にいるからさ、うん、単独だったから我らって言っちゃって一人なのにそうあーっていうのそれまでさ名乗りで、うん、徳川なんとか家康みたいに、うん、あそこまでめちゃくちゃかっこよかったのに我らあっ一人やないかいそう連れて行こうかそれも一発目じゃん、うんめちゃくちゃ掴んでくれて、それを生で俺たち見れなかったから、後で動画で見てさ、わーって言ったもんね。
楽しんでくれるだけでもね、ね、嬉しいですよ、そうやって。で今回は真田幸村氏も来られたじゃん、ここね、来れなかった、そう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 、ぜひぜひね、今年もどうなるかね、また分かんないですけどね、でもまたやってほしいなって。今年もしやるとしたら、ほとんどの部長隊がメンバーゴロって変わるじゃん。そうね、で桃戸城も清正さんいないですし、練習してるんだろ、故障不詳、うん、名古屋の方も俺清正さんいなくなった、そう、清正さんだけだと思ってたのよ、うん、秀吉さんも辞めちゃって、だからここ多分10年ぐらいで初めてですよ、全国で清正さんがいなくなるっていう。バタバタ名古屋の清正さんは結構魂の入れ替わりが何回かあったんで、あれなんですけど、でも同時に消えることって絶対なかったので、今回はすごいなと思って、どうなるかっていう ねやっぱポスト清正じゃないかなと思ってるんですけど、どうですか、うん、結構やってますけど、あ、寛兵衛さんの方だったですか、ちゃんと寛兵衛さんの古城噴章を見て練習してますね。昔福山さんだった、うん、福島、あ、福島さん、うん、頼むね、ポスト福島さんですか、うん、ごめんなさい、申し訳ない、でも福島正則って日本号っていう槍があるんですよ、ほうほう、一番強い槍が、それをすごい誉れたき槍だから、酒に勝ったらこの槍やってやるって、もう福島正則は酒強かった、負ける気がないから、酒で勝ったらやってやるよっつったら負けてやっちゃったから、でもね、勝った方が、いやこれは福島正則の妻のものでっていう、この気遣いね、本当にお前飲めないからね、だから無理よ福島は、要はお酒じゃなくて高崎のでっかいのにコーラをなみなみとついで、あの時のコーラはあるのかな、どんサイダーかつけるのか、どんくらい入るかがちょっと分かんないけど 1.5 ぐらいいくんじゃない、 1.5 一気飲みいけるよね、うん、いや、お前そこ今のいけるって言えよ、前田健二の勢いでやってくださいよ、い結局なんか2つ目の重大発表がなんか消されちゃったんだけど、まあ、知ってたからね、あれなんですけど、SAO ね、うんうん、3つ目これ大事よ、エルカチャンネル、そんなみんなに命令しません、ただし今回のは命令しますエルカチャンネルのショーとしての権限を使いまして命令します、7月の30日、31日、休め。てか、絶対休み取れ。1月ですね。絶対です。俺は多分大丈夫です。シフト制なんで俺はもう、はい。俺も会社にもう言いました。キントは毎週何曜日とか決まってるの？今は決まってる。金曜日。金曜。ならあれです、親が倒れたっていうので2日休んでください、いやもう7月だったら多分いけそう、31日無理だったとしても30日は休んで、でも間違いなくね31日休み取らんと死ぬよそうね、間違いないと思う、きついね、アドバンテージは残しておきたいね、我々は絶対仕事行けない、行ってもいいけど仕事にならんならんなら、俺が前回行った時に、うん、次の日仕事だったんだけど、うん、無理だったからすいません休ませてくださいって俺電話したもん朝からこんな感じの話をしてますけど、大体予想はついたんじゃないかと、うん、LINE で来てたんだよね、そうなんです、水木奈々さんがですね2回目の熊本上陸ですよ、ありがたいと、我々のね七姉さんが、それも今回の場所が熊本城ホール、前回よりもめちゃくちゃ多くなると思います、これに関してはぜひぜひこの3人は最低でも参加したいなと、うん、いや参加したいじゃない、参加しよう、うん、確定、そこにちょっとシフト表に入れとくか、メモ言いますよ、絶対連休取らんと死ぬよ、ちょっと、いやそれ舐めとるとよ、違う違う、連休が、あ、連休が大丈夫、うん、なら取ってください、多分
社長のところなんて。もう戻ってきてる感じ？社長のところに行くんじゃないかな。7月だったら。30、31よね。うん。31日は回復する日です。そうね。はい。多分半日動けないです。動けないね。だってライブするじゃん。終わった後飲むでしょ。余韻で歌うでしょ。はい。うん。で、もしかしたらうまいこといけば。いやーないな。いやないでしょ。ファンクラブの人に殺されるね。前回アスペクタの時はもう次っていうのがないじゃん、はいはい、だからどうしようもなかったので今度こっちよ、うん、どうにかなりそうじゃん。そうだからキリドはあのここ一泊よ。多分街中一泊した方が絶対楽。清正公の足元でテント張ろうか。ふん街中に結構たくさんのホテルできてるからね。だって来年とか、うん、絶対来ないもん。来ないね。もうかれこれ5年前だからこれは絶対来た方がいい。我々も、はい、極力努力はします。もう食べちゃってください。いいよキリト行って。あれキリトこれ食べない？切り干しだよ。食べない、うん、今日食べてこれ美味しいなって言うだけ。これも食べるから、うん、これも潰して、これも潰してよろしくね。エルちゃんちょっとどうしたんですか。マルはね、あの白髪まだね、一本もない全然ないんですよ本当に。人によって黒をしてる人が白髪になるとか言うじゃん。そうそう、確かに俺はあんまり苦労はしてるのかわかんないですけど。いやいやいや、してるじゃん。してる。いや、がっつりしてるじゃん。そんなにねっていうあれはないから、あんまり白髪はなくてね。へえ、うん。キリトさんは？ん？髭がほらもう白いじゃん。あ、そうそう。髪の毛は？あるよ。白髪ある？これはないのよね、やっぱ。あ、ま、待って、何あれ？はい、ハッピーバースデー。お誕生日おめでとうございます。殿、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。はいはいはい。どうぞ合ってますよね。あ、合ってます。4本で合ってます。4本で。ハッピーバースデー。殿、ハッピーバースデー。ディアキリト。ハッピーバースデー。トゥーユー。はい、です。イェーイ。ちょっと早いけど、お誕生日ちょっと早いけどね。だいぶ早いよ。うるさいいいだろお前。ありがとうって言えばいいじゃん。お前はそこは許容範囲にしとけ。はい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 。もうあれあれ食べないの？食べない。もう今日ほらこうやって飲みしますよって言ったから、次っていうのがちょっとほら遠くなりそうだったから、今日はせっかく4月だから、うん、マルと相談して、そう計画立てました。いいだろう。マルでケーキは私からも1個ありまして、あ、こちら大したものじゃないんですけど受け取りいただければっていうか、あのこの袋から見て分かればと思いますけど、長さでちょっと出してみてもらえれば。さっきからちょっと喋ってた2018年の、うん、熊本一発目アスペクタのライブのタオルです、を用意しました、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ。そういうことなんで7月30日、31日表に行けと。そう、お待たせしました。さあもう一つのハッピーバースデーです。可愛く盛ればよかったですね。美味しいやつ、美味しいやつ、これ美味しい。あれちょっと空気が悪い。なんだろうこれ、どういうことですか。本当に一回だから。何が美味しい。どうぞか。何年付き合ってると思ってるんだろう。ドッキリなんだろうけど、それを超えてるんで。ドッキリじゃない、サプライズよ、サプライズ。ドッキリだったら瀬尾さん呼ぶよ。それ俺もびっくりする。それぐらいがドッキリだから言って、まあ誕生日じゃないですかキリトさんがね、今月 ね、それもあったんですけど、なんだかんだいろいろあると思うんですよ。で誕生日と励まそうっていう話を2人でしてたんですよ、ね、先月の終わりですか。
きりとは来れなかったけど2人でほらそうご飯食べに行った時ね、うん、そういう打ち合わせをしてたんですよ。しようかって少しでもあのほら元気になってもらいたいし、ね、楽しんでもらいたいなと思って。キリトが食べていいんだよ。キリト食べよう。まあどうぞ食べて。節目の年でもあるし我々はね言っても3週間ぐらいしか変わんないからさ。キリト食べてよ食べてよ。どっちがケーキから行くんか。いやケーキが最後だ。キリトに元気になってほしいんで、うん、食べようよ。はいどうよ。うん、カメラ目線でお願いします。どうよ。めっちゃ決めてきたよ。ちょっとじゃあマールも行きましょうよ。行っちゃっていいの？ちょっとどうこれをすいません。ちょいちょいあのこれの前タイミングタイミングめっちゃいいとこなんなの。めっちゃうまっ。それコーラー。はいコーラで。絶対今狙ったでしょ。狙ったでしょ。わかりやすくこう来ることないじゃん。こうでいいじゃん。40年になってとうとうやりやがった。キリトさんが楽しんでますよ。楽しんでね。いやいいっすね。楽しんでるね。結果オーライっす。見とけよお前マジで。この終わった後ここまでだからな。この店までだからな。チヤホヤされるのはあのね本当はね別のお店の話も出てたんよ。そうそういろんなね。そう前回行ったお店の話が出てないよ。そしたらね前回行ったお店のとこに行くとねワンセットになってるのよ。その後があ同じビルっていうね丸がねどうしようかあそこでもいいよなんて言ってきたのよ。それは危ないと。だけど俺ついねお主も悪いよのーって LINE 返したよ。あれ危ないっす。そこはやっぱキリトのあれじゃないですか。だってあそこ行くと絶対日付変わるんだもん。日付は変わるよね。キリトしょうがない。みんな何かしらで一緒にこう話で盛り上がりたいんだよ。だって錬金術だから10日交換だからそこはもう。でも楽しんだもんね。楽しんだ。キリトは完全にっていうわけじゃないだろうけど。そうね我々はもう無理よ。だってその時そこにいた知らない客と、うん、だってワワできるんだもん。だって撮ってる道は一緒だからね、うん、まさか自分のことを分かってくれる人っていうのがいるっていうのが、うん、20年来の友達でなら分かるよ。 それが今あったじゃんっていうような人が誰っていうのが一緒のところ入ってくるのに、うん、次会うかどうかも分かんないのに多分ね、あんま合わないと思うよ。一期一会がね、また楽しかったりするのよ。キリト、それが大人だから遊んでいこう。そういうのがね、やっぱ楽しいだよ。合わなくてもいいの。この後のお店が決まりました。マジか。行くんだ。え、違うんですか。全く聞きなかったけど。あ、おかしいな、なんか明らかにそこに行く話だったんだけどな。今日誰かな。連絡取ってたらあそこならみたいな感じで出てきたから。そうなるじゃん、ワンセットでここやってそっちじゃんって。そうなんだろうって思うような別にそういうわけではないんですよ。でそれがまた分かってしまった俺もそうねって思ってしまって。まさかないっす。じゃあケーキ入刀です。ちゃんとメッセージおめでとうって出たから。キリトさん、いい感じなんだけどちょっとね顔の比率とあそれ丸の方に向けてでケーキを前に出すといいんじゃないかなと思うんですけど。近い。お前マジでやらんぞそのケーキマジで。それいい。はいありがとう。はいはい、どうぞ食べてください、はい。何ビビってんだよ。これどうやって食べるんだろうみたいな。どうやろ。主役はキリトだから。そうよ。もう俺たちはただ横からヤジを飛ばして。そうよもう。ちっちゃ。ちっちゃ。ちょっとちっちゃすぎない。でもねいい顔してたよ。可愛い顔はしてたね。うん。やっちまった。こうかぶりつくぐらいでいい。そう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 それそれ
それそれいいねそういうのそういうのそういうのが欲しいのよ絵的にここ数年っていうかこういうことはありましたお誕生日のケーキはあったのは中2中でも分からんわけじゃないよね俺も別にないかなやっぱ自分のケーキもらわないもんねねえさあということで来月そういうことらしいっすそうっすね今日集まってもらった本当のてかあの肝心要な話がありまして来月ゴールデンウィーク終わってからどこかで小倉城行きたいなとそうね小倉城を建てましょうよ誰かが一人抜け駆けした小倉城行ってはいないの行って財布を忘れたとか言ってた小倉城いや携帯忘れた携帯か携帯だったんですね来月いつぐらいにする休むから言っても丸と俺は本日はなるのよ、うん、キリトの休みに合わせるから休みとか分かってる分かんないその日一日朝から行って、うん、そうね日帰りでまあどうにかなるでしょうそうねどうにか なったんだろ日帰りではできる行った時って何時に行ったの行ったの早いよ、はい、6時行って9時10分ぐらいに着いて確か小倉だから2時間半分かんないですけど5月のスケジュールが月末くらいには分かりますか5月に入ってゴールデンウィークは俺たちは無理なんで下旬行っちゃいますキリトさんの予定を聞いた上でやろうかと思いますキリトさん、はい、1個ずつ食べましょうよ生姜わさびニンニクってあるんでもう人が好きなやつからわさびじゃあ丸次行っちゃってくださいいい生姜の方を次でお願いしますじゃあこれは生姜じゃないそれ今のニンニクじゃね、うん、これニンニクこれ生姜はいじゃあ私めが生姜を最後締めさせてもらいたいと、うん、おうまいねやっぱおいしいもう最後かぶりついたかぶり甘いもの食えるよね苦手だったいや大丈夫よでも何年ぶりだもんね誕生日ケーキケーキいいじゃん おっさんでも楽しめよほんと今日はキリトに楽しんでもらいたくてそうよ我々は企画しましたからねお前が楽しめればそれでいいからっていう元気になったねこの前振りは前回会った時よりも だいぶ顔色良いよどうよ何よマジどうよコーラいるうんいるコーラとハイボールどうですか、うん、あるコメントがあってですね、うん、キリトさんの食べてるとこが見たいっていうのもあったんですよ あれ何がコメントで、うん、あらいやそんなコメントはなかったよなぜ知っている、まあ、チェックしてるもんあと一つあれっすかエルカチャンネルの T シャツ作らんすかそれずっと言ってるでしょそうみんなのユニフォームを作りたいそれは俺も分かってますこの3人でまずはどうかなと思ってるんですよ、うん、作るとしたらいくらぐらいかかりますか、うん、めっちゃ安くできるとかあるよちょっとそこは裏で話すんでしょよろしくお願いしますデザイン決まってれば全然ねデザインないんだよねそうだからデザインがねで文字だけだとちょっと寂しいのよそうエンブレム欲しいでしょもしくはあの一人一人の顔の、はいはい、あのデフォルメしたやつとか欲しいんだけど正式なやつが欲しくてあれしようか石さん探してみましょうかお願いします、うん、熊本でいっぱいいるのではいお願いしますこの間ね、4月の6日白の日だったんですよ日頃の誕生日ですわかります分かってますよその日の御朱印っていうのが欲しかったわけです御朱印っていうねあで、それに気づいたのが夕方だったんですよのキリトさんにあげようと思って丸に頼んで確保してもらったんですよ
ょっといろいろな事情で間に合いませんでした。の俺の家にあります。飲んで1時間ぐらいしてあれつって忘れてたっつって、だからまた次持ってくるからっていうことになってます、うん、でそういうのもプレゼントで誕生日のね、はい、何よどうしたお前嬉しすぎて、うん、どういう表情とか、あの今すっごい困ってる。嬉しいんだろ。それ半分かな。それ半分、うん、残り半分は何ゲームイン食ってごらん。いいよ、半分半分何言ってんだよ。そのためのこの一番ちっちゃいやつを頼んだら。わかりましたよ。じゃあ、丸が持ってきてくれたんですけど、うん、せめてこのお誕生日、おめでとうは食べよう。プレートは食べよう。丸、半分にしましょうか。あれ半分じゃねえな。どう見ても3分の1じゃねえ、それ。あれですか、うん、美味しゅうございます。全員で食わない。いや、美味しくいただかさせていただきます。うん、ということで、じゃあ、締めますか。はい。今度締めパスタで なんか俺言ったような気がするそうね、インスタでね。あ、そう、インスタでなんかエビが入ってた アヒージョみたいな。あ、女子会コースのやつだ。あかな、女子会。いや、女子会じゃないから俺ら。なんか単品でね、ま、前もって言ってもらったらアヒージョ出せるんで。あ、本当ですか。じゃあだっておっさんたちのアヒージョは無理だもん。もういやいや、全然いいじゃん。おっさんのアヒージョは無理よ。早めに言わんと、それは。いや、いや、どうかなと思って。おっさんアヒージョはやっぱパスタとアヒージョがあって違うから、もうおっさんだから。やりましょうよ。じゃあ次、じゃあ次ね、言ってくださいな。私忘れる。そうだよ。いや、俺も忘れるんで言っときます。大丈夫です、俺覚えときます。もう、あ、お誕生日ほのおめでとうございます。そのごちそうさまでした。すいません。さあ、ということで今日はキリトさんのお誕生日でした。キリトさんがお仕事で遅くなっちゃったんですけど、満足してもらえたならよかったかなと思ってるんですよ。あ、すいません、その前に俺たち2人がなんか出来上がりかけてたんで。まだギリギリいけるよ。まあまあまあ、いつものことです。今日俺たちも楽しかったんで。楽しいね。もうやっぱこうやって気兼ねなく、そうそうそう、ということで次回はパスタとアヒージョ。